窓を開けるだけで幸運が舞い込む今月の窓開け開運法。はい、これも大体月初にやっておりますね。はい、と言いますのは、この窓開け開運って、うん、まあ、指定された日の指定された時間に、まあ、1時間から2時間ぐらいね、最低でも開けといてほしいと。はい、で、それが大体月の上旬なんですよ。うん、だからまあ、ね、中旬下旬にやっても意味ないので、この時期に発表しております。はい、まあ、ポイントとしましては、うん、まあ、いつも閉まってるところがその時間に限って開いてるっていう、そのメリハリがポイントなんですよね。だからいつも開いてるところをその時間も開いてるでしょっていうのではメリハリないからダメなので、で一番いいのは、だから例えば玄関の扉であるとか、うん、自分の部屋の窓であるとか、うん、特にそれは問いませんので、通常はだいたい閉まっているところのものを指定の時間だけ開けといていただくと、はい、そこから良い気が舞い込んできますよと、はい、そういう形の窓開け開運なわけですね。で開けるって言っても全開にしろって話ではありませんので、うん、本当に多少空気がこう流通するというか入るぐらいの、ほんのちょっとの隙間で構いませんのでね、うん、特にこれからまあ発表いたしますが、はい、今回の時間帯がですね、もう明け方というかですね、もう夜中 の、 とんでもない時間なので。なるほどね。とても寒いと思います。ですからそこは暖房注意というかですね、暖かくして寒くないように風邪ひくとかいうのは自己責任でお願いいたしますので。はい、ということでございまして、はい、で、はい、具体的にいきます。はい、今月はですね、8、8日ですね、3月8日、はい、8日の木曜日、はい、でこれがですね、はい、虎の時というやつでして、ええ、要は明け方の3時から5時の間なんですよ。でコアタイムとしては3時半から4時半の1時間は開けといていただきたいなと、ええ、で可能ならもう3時から5時の2時間は開けといていただきたいなというところなんですが、はい、まあ一番寒いですよ、明け方前。そうですね、しかもこの時間帯に、この時期ですよ、しかも、はい、でこの時間に起きてるっていうのがもうなかなかね、難しいですね。通常の生活してる方にとってはね、もうぐっすりすやすやの時間、まあ、そうですよ、一番熟睡してる時だと思いますし、はい、何よりもその寒いということと開けてまた閉めなきゃいけないわけですよ。そうですよね、5時前に閉めてから寝るとかね、まあ、ちょっと生活ペースによってはまあ無理だなというところがありますけれど。いやでもね、開運したい方はこの時間に目覚ましをセットしてまあまあまあ、それくらいの価値はありますので、そう、ぜひやっていただきたいとは思うんですが、あとはあれですよ、僕なんて最近寝ても長く寝れなくて2時間で目覚めちゃったりするんですよ。それ老化だよね先生どうですか、寝れます？いや確かにね、無駄に早く起きるよね。起きちゃいます？そう、ちょっとこう睡眠不足なんで、明日はゆっくりできるからちょっと朝寝ようかとか思っても、なんかとんでもない時間に目覚めるんだよね。何なんだろう。いや僕最近もう2時ぐらいに寝て4時ぐらいに1回目覚めるんですよね。2時間で。あ、でも分かる分かる分かる。なんかそれからまた寝てみたいな。あ、でも二度寝するんでしょ。そう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 。でもね、そう、老化現象になると本当に朝早く起きてその後もう眠れなくなるから、朝すごい早い時間から起きてさ行動するのよ。昔さ、なんかじいさんとかがね、はい、なんか日の出前から庭に出てなんか木刀振ってたりとかして、もううるせえなみたいなのあったんだけど、カントなかったね。そう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 。いや、うちのじいちゃんも早起きだったから、やっぱりなんかそうなるよね。あれ不思議だよね。不思議ですね。よくさ、脳みそってその起きてる時が刺激受けてて、刺激なくなると寝るみたいに思われてるんだけど、はい、逆なんだよね。あれ寝るための刺激ってのがあって、それによって人間って強制的に眠りにつくようになってるのね。でその刺激がなくなると寝たくても寝らなくなったり、うん、眠りが維持できなくなったりするね。よくその若い人の方が眠れるっていうじゃないですか、うん、不思議なことに。いや眠れるよ。だから、眠るのにもエネルギー必要というか、エネルギーとかね、寝ろっていう刺激が出続けるから寝てるんであって、うん、なんかがなくなってリラックスして寝てるのとはまた本当は別らしいのよね。じゃあ刺激がなくなってきてるんですね。その部分が弱くなると、その機能が弱くなると、うん、眠りにつけなくなるっていう傾向が出てくるみたいですよ。なるほどね。俺最長不倒記録でさ25時間寝たことあるのよ。え、途中目覚めないで、ね、覚めないで25時間。そんなことあります？25時間ってすごいでしょそれ死んだんじゃないですか、一回夕方ぐらい、まあその前にすごい、だって丸々1日以上だから夕方の5時か6時に寝て、起きたら
その1時間後だったわけで、1時間しか寝ないにしては妙にスッキリしてるなと思って、日付が1日ずれててさ、タイムスリップじゃん、ちょっとしたタイムスリップじゃないですか、 SF かと思ったぐらいだったんだけど。先生すいません、話がどんどんそれちゃってあれなんですけど、窓開け、あ、ですね、はい、もうあのそれだけです、すいません、はい、3月8日の、はい、3時から5時、3時から5時の間、コアタイム3時半から4時半、窓開けてください、はい、開運すいません、余談で盛り上がっちゃいました、はい、開運してください、はい。